続きまして火花で部門賞を受賞なさいました又吉直樹さんですが、本日はご欠席となりますので代理の方にお越しいただいております。株式会社吉本クリエイティブエージェンシー東京マネジメントセクション小部ゆかり様、ステージへお越しください。賞第28回2015小学館ダイムトレンド大賞レジャーエンターテイメント部門又吉直樹殿、火花以下同文でございます。おめでとうございます。又吉様並びに小部様おめでとうございます。小部様一旦お席にお戻りください。後ほど、記念撮影の時間もございますのでその際にはよろしくお願いいたします。ここで又吉さんより頂戴しておりますビデオレターを皆様にもご覧いただきたいと思います。この度は小学館ダイムトレンド大賞レジャーエンターテインメント部門に、僕又吉直樹の書いた小説火花を選んでいただきまして、ありがとうございます。今年はですね芥川賞を受賞、したことによってより多くの人に、自分の作品を読んでいただけたことも大きな喜びの一つです。火花はですね、お笑い芸人の漫才師の、物語ではあるんですけど、それぞれ自分のやりたいことと、求められることの狭間で葛藤するという、ことはですね、どんな人にでもあることなんじゃないかなと思うので、ぜひさらにいろんな方に読んでいただければと思っております。ダイムで連載中の又吉の幸せ製作所も合わせてお読みいただけますと、嬉しいです。ありがとうございました。